とペンライト振り回して気づいてくれてありがとう。嬉しい、嬉しかった。私もとっても。葵ちゃんさんありがとう。クルタにピナやったし小田さんの勘違いやった。セーラームーンだよね。そう、チビセーラームーン、セーラームーンもどき葵ちゃんさん、あじさんありがとう、ありがとう。家に帰りたい。タッタンさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、今日はこんな感じです。マットさんありがとう。あ、曇ってんだよね。めっちゃ見れた。ありがとう。ピナ、あ、先輩に対して動じない。いやー、アイリはマジで間違えてました。完全に間違えてた。そう、アキさん優しい。優しいってか、アキさんも小田さんも優しいです。本当にすいません。目撃者京都目撃者、うわー、そっか、そうだったか、ありがとう。確かに犬感あるわ。え、メイクさんすごいね、こんな髪型してくれて。クルタン無理でほっとした。おいね、ほっとしたってどういうこと。さえちゃんね、かわいいよ、そりゃかわいいよね、珍しい感じのね。あ、ななかとかがやってて、そう、さえちゃんに「やるよね愛知も」って言われて、あの一緒にやらせていただいた髪型。なこちゃん27時間テレビの逃走中だよ。何それ、え、27時間テレビ？ん？ 27 時間テレビ、そうなん？なんかどっかで撮影してたのは知ってるけど、ほんとだ、22、23、7月か。え、ちょっとおもろそうだねこれは。なるほど。なに、なこさん出んの、やば、ほんとだ、やばい、楽しみやこれは。おいちゃんさんありがとう。ここ最近ゆなちゃん愛知にひっつき虫してん、そう、ゆいなと LINE してんのよ。あれ LINE 返したっけ、ゆいなに。あ、いや、未読されてます、ゆいなから。おい、葵ちゃんさんありがとう。ん？大阪フェスの日だ。田原さんありがとう。お疲れ、ありがとう。最善おめ。
LINE したのお昼ぐらいだよ。お昼じゃないか、午後だよ午後。完全に未読してるわ、あのやつ。やってるわ。あ、大ちゃんさんありがとう。虫は持ったもん勝ちよね。盛りすぎ注意ではあるけど、まあちょっと多少盛らんとね面白くなんないっていうのはあるよね。ならないっていうか、まあ、言い方みたいなとこでは、うん。シンタさん、あおいちゃんさんありがとう。いいものが見えたんでギフト。ありがとう。昨日の京都移動大変でした。なんかね、めっちゃ待ってたんよね。なんか新大阪に着いて、昨日着いて、そこでもホームでさ、めっちゃ暑い中、めっちゃ何十分も多分待機してて、電車がめっちゃ遅延し、あ、新幹線が遅延してるみたいな。新大阪から京都まで一駅なんだけど、そこのそれがまず来なくて、で来たと思ったらもうとりあえずドアのとこで立ってて、みんな、おいちゃんさんありがとう。それでその2階だったんですよね。だから1時間に1本だっけ。そうなんだ。立っててずっとで、帰りもちょっとそう新大阪までね立ちでした。そう、修学旅行生めっちゃ多いね。やっぱこの時期だよね。会えるもん。中学の時そうだった気がする。これぐらいの時期。うん。でしたね、多分。そうなんだ。新大阪、てか博多行きの新大阪まではちょっと。あの京都から新大阪まで帰りは立ってましたね。指定席だったんですけど、なんか指定席だったけど、なんか1時間40分遅れで新幹線が、帰りね、帰りは博多行きのやつが、なんか1時間40分遅れで、そう来なくて、だから全部遅れてたんで、その前の時間の乗る時間の前の新幹線も全部遅れてたから、遅れてきた新幹線に乗ったので自由席になっちゃったんだよね。なっちゃったっていうか、まあ自由席でもいいやってことで、そうもともと取ってた時間帯より時間帯じゃないやつに乗って、まあ、自由席です。窓際は譲れない譲れないじゃないんですけど、じゃあまあ後輩はね、やっぱ窓側あんまないじゃないので、そうなんで、昨日はね、そう珍しくです、珍しく窓側。いや私の勘違いで、しかもそうなんだ、対象になるの。じゃあ深夜1時くらいに福岡連れてって書いて、深夜1時え、1時でも小田さんとは一緒だったけど、1何時に着いたかな。本当33
これ見たかった22日か。23じゃないかな。お家とかに暑いたのはまあ1位とかだったのかな。結局みんな帰りは自由席でした。自由席だったんだけど、最初立ってて新大阪でみんなバーって帰ってくれたんで、帰ってくれたっていうか降りてくれたんで座れた。そうで窓席座りました。窓側席自由だからね。そう空いてたから結構空いてた。そう窓側席のコンセントがね、もう感謝なんよ。そこだけ本当にそうね、わかんない、新幹線によっては全部についてる時もあると思うんだけど、窓側席のところにしかなくて、飛行機だったらどこでもいいんだけどね。私飛行機だったらどこ全部のとこについてるから。葵ちゃんさんありがとう。そう新大阪結構鍵、コンセントありがたい。コンセントしか勝たんよね。そうね、モバイルバッテリー持ってるんだけど、でも帰り1日だから日付変わるぐらいまで結構待機とか、なんか夜なくなっちゃったらやばいしなってなって、そう日付超えるぐらいまでやっぱ使うじゃん携帯絶対にと思って、帰る時に携帯充電がつかなかったらやばいってなったから、持ち運び充電器はなるべく使いたくないね私的に。そうなんか本当に予備で取っとくって感じで、だから新幹線ではやっぱ充電したいっていう気持ちはあるね。充電したい。しかもあり昨日朝なんか充電半分ぐらいしか溜まってなくて、そうあり 100% とかじゃないともう不安になっちゃう人なのよ。そうだからつなげたいなっていう気持ちで、そうで普段はね言わないんですけど、普段はマネージャーさんとかに交渉したことなかったんだけど、昨日だけ唯一ちょっとコンセント借りたいんですよねみたいな、窓側っていう感じでちょっとお願いして、で渡されたんでチケット。そうでも窓側席ってちょっと思い込んじゃってたのかな。でも私確認したよね、ちゃんと席の番号アルファベット確認したはずなんですけど、うん間違えてたね、うん、見間違えてましたね完全に。だからもう窓側席にしてくれたんだってちょっと勝手に思っちゃってた部分もあったね。そうそういう多分先のあれが情報がまず入った段階で見間違えてました。そうそれでね、まあ、夜気づいたから、もう一日そう私は何も気づかずね、それをアキさんと話してたし、やばい後輩ですわ。ダメよダメよダメよもう、はい、気をつけます。1432ありがとう。マネージャーさんもそうだよ、じゃあいやもう通路側ねとかって渡してくれたらもうよかったのに。1432ありがとうございます。昨日に限ってだよ、私そんななんか要望
座席に要望したことほんとないんですけど、昨日唯一ね、充電の関係でちょっと言ったらそういうことが起きたのよ。もう、はあ、もうダメよね、ついてないわ。ついてないっていうか、私がただただやらかしてるだけなんですけど、で、アキさんにアキさんの席を奪ってるっていうね、どうしようもない後輩ですけども、そういう時に限ってて、そういうことが起きんのよね。やっぱおかしいわ。悪気ないから余計に堂々と座って、そう、うん、悪気なしよ。もう全然何のことっていう感じで、普通にもう私は爆睡してたから。そう、あーね、なんでなの、なんなの、なんでなの、なんでそうなんの。まあ結局ね、今日はそれで MC とかもまあ盛り上がりましたし、うん、私がまあいいかとは言える立場じゃない、アキさんがまあいいよって言うなら分かるけど私はあれだね、言えないけど、まあ、うん、そう、優しい先輩がいっぱいのチームでよかったね、本当に。いや本当ね、うん、一歩間違えたらもうほんと激怒案件よな。大ちゃんさん、ありがとう。怖い先輩だったらね、怖い上司の方とか、ここだけよね、優しい世界は。ほんと詳しいラーメンみたいなやつらしい。アクセル抜けてきます。いや、むしろ切ってくれっていう気持ちです。もう切ってくれっていう。フランさん、ありがとう。指摘されたらだいぶ空気悪くなるよね。いや、まあそうね。いや、でもアキさんって別に何でもいいよっていう人だから、結局そう、怒らないっていうのは分かってるんですよ。マジで優しいので、別に何でもいいよっていうなんか感じの方なので、なんかあんまり気にしないタイプとは思うけど普通にやばいよねやばいよねとか言って、ヘラヘラしてないんです。本当申し訳ないっていう気持ち、やっちゃったんで、もうどうしようもない。もうはい、寝ちゃったもんは寝ちゃったんで、もう私はもうどうすることも反省はしています。はい、 MC のためにネタ作りしてだとしたら体張りすぎです本当に。あいつの窓際座ってて、どうしますか？どうする？でも起きてたらあれだけどさ、もう寝ちゃってたらどうしようもないよね。もういいやってなるわ、私も。けど、そう。立ちあの席を奪ったのはピナだったらしい。ピナも悪気ないと思う。これに関しては私もだし、ピナも本当ないです。多分。ピナもだって絶対です。間違えてたと思う、本当に。なんでなの、なんで間違えてたのかね。葵ちゃんさん、ありがとう。そうね、こんな後輩嫌だよなこんな後輩いたらムカつくよ、絶対に。ちょっと待って、気をつけますとか言ってもね、ちょっとあんまり説得力がないんですが、そういう後輩がいても私は許します。はい、私が無理なんで、私が言える立場じゃないんで、許します、全然許しますね。ゆうつなばらさん、ありがとう。
窓側は譲ることはないですけど、まあ自分がもしもらってでも誰かが間違って座っちゃったとしても、もう全然どうぞって感じです。大ちゃんさんありがとう。クルタのツイートで全否定してたのはあった。まあまあまあ飛び火ですからね違うのに、違うのに飛び火やもん。ピナは理解してないのに、しかも私はまだ気づいてるからいいじゃん、いいじゃんっていうか、まあよくはないけど100歩譲っていいとして、ピナ何も気づいてませんやばい、おもろ、それはちょっと悪いよ何も気づいてない、私はもうちゃんと気づいて反省しましたから。やばおもろいね。大阪、そっか次大阪か。いや座席問題ちょっとどうなることやら。まああれはちょっともう窓じゃないですわ多分、うん窓がもう窓側じゃないわ確実に。こう窓側枠外されたわ完全にね。外されたっていうか、そもそもまず窓側に来ることないけどね、飛行機でも新幹線でも大体通路側です。そう前まではでも真ん中だったから通路側にちょっとランクアップしたっていうのはあります。最近はそう。葵ちゃんさんありがとう。小田さんは記憶違いだし、いやそうなのよ、もうめちゃくちゃよ、うん、あいつだけ自由席になるでやばい、自由席に飛ばされるかもこれ。アイディ自由席に飛ばされますわこれ完全に。お疲れなのよきっと。でもそうね、みんなちょっと疲れちゃってんだよ。で、ね、うん、充電器大事。いやそうね、席はまあ大体先輩とかからね、うん、窓側は埋まりますけど確実に。それはそう、早く先輩になりたい早く先輩になりてー。初代自由席になっちゃうか。そうなんですか。そうなの、何それ。葵さんありがとう。葵さんじゃない、葵ちゃんありがとう。ああ名古屋兼任してた時、そうなんですね。新太さんありがとう。へえ、兼任してた時の自由席、そうなんだでも自由席でもまあ座れますね。まあ各所、あそういう座れるというね、あのあれはないけど、保証はないけど座れるって座れる。 MJ さんありがとう。平成
こいちゃんさんありがとう。やめてよ、自由席以下。外来線始発博多発だとね、値段変わらないんだね。そっか、新幹線を自分で取ったことがあんまり 1,2 回しかないかも。1,2 回っていうか、なんかいくらぐらいの差なのかが分かんない。自由席、指定席の方が高いとは思うけど、プラス何いくらくらいなのか分かんない。私自由席しか取ったことない、自分で。初期の頃だね。でもなんかテストを受けに行かなきゃいけなくて、学校のテスト単位足りなくなるからテストだけ受けに行くってなって、飛行機じゃなくて新幹線で、なんか新幹線取った気がする。ネットで買えば変わらない。え、そうなの？自由はちょっとだけ忘れ、そうなの？おいちゃんさんありがとう。あ、800、あー、コンセントないのし、やだよ。単独移動してたのすごい。夏みかんさんってすごいね。ああそうなんだ。グリーン車、グリーン車あるかな、覚えてないんだけど、なんか記憶にはないかも私。今田美奈ちゃんが初めてプライベートで新幹線に乗ったという話を聞きました。なんかすごい、だからプライベートで新幹線に乗ったことがほんとなくて、あまり仕事で使わせていただいてるんで新幹線は。なんかそれこそ大阪とか京都とか、なんかもうそこら辺行く時だけしか使ってない。だいたい他行く時、まあ東京とかが多いから新幹線じゃなくてね、飛行機なんですね。そうなんで新幹線あまり仕事で使わないので、その使ったとしても仕事でこうチケットをいただいてそのまま乗るって感じで、そう自分で支払ってとかしてないのよ。そう自分で席取ってみたいにしてないし、そうちょっとどんぐらいの価格の差なのかがちょっと分かんなかったけど、修学旅行とかまあね新幹線だったけど、なんかいくらか分かんなかったわ。いくら自由としての差はどんぐらいなのかとかあんま分かんなかった。そう、人生で新幹線一度もない。やっぱ飛行機が早いんよな。 HKT、 そう関西にね行くことはあんまり少ないので。そうなんです。名古屋は新幹線つらそうやね。グリーンはやっぱ椅子、椅子が大きいの。そうなんだ、グリーン席とか座ったことない。うんうん、普通の取れなかった時にグリーン車とか。そうだよね、ちょっと払ってでもいいから帰りたいっていう、それはそうよね。ね、そう飛行機の方が安いのよ。 BB さんありがとう。飛行機の方が意外と、そう関東行くのなんか種類いっぱいあるじゃん。
ありがとうさん、ありがとう。さらに高いクラスも、あら、そうなんだ。膝掛け、すごい。そうなの。初めて一人飛行機乗るのは、一人で飛行機乗ったのは福岡にオーディション行った時です。二次審査で行った時だから、高校3年生の夏前くらいかな。初めては、初めてじゃない、一人はね。でも修学旅行とか、なんかちっちゃい頃とかに飛行機は乗ってたけど、一人は高校の夏。とにかくさん、ありがとう。そう、早割りだったら、そうね、飛行機あれか、そっか、直前に取るとやっぱりめっちゃ高かったりするじゃん、飛行機。あ、まあでもどうなんだろう、新幹線でいくらなの？博多から東京っていくら？一人で来た。そう、一人で行ったの。飛行機一人ってすごい、すごい、いやドキドキした。もう緊張してたし、なんか緊張っていうか、ドキドキそわそわ。なんか写真とか動画とか、なんかめっちゃ撮ってた、外の。そう、どうしようとか、福岡も行ったことないのに、うん、で飛行機も初めてで、オーディションもね、そわそわしてるのに、なんか全部がそわそわって感じ。怖くはなかったよ、飛行機は乗ったことあったから大丈夫だったけど。2万以上はするのね。2万円以上はする感じ。ふむふむ、2万円以下だったら飛行機の方がやっぱ安いってことよね。2万円以下の飛行機だったらその方がやっぱ安い。でも意外と1万円台で行けると思う、東京まで。その期間があるんよね。そのめっちゃ高い時期と安い時期があって、飛行機は。で、なんだっけ、お盆とか、そのなんか休みとかの日はなんか結構飛行機も高くなりますけど、普段だったら全然飛行機の方が安いです。福岡から東京までは結構かかるよ、マジで。めっちゃかかる。だからアイリは飛行機がいい。よく考えると交通費高いよね。本当に高いね。ね、交通費ってやだ、アイリ。交通費ってやだってなんだ。交通費は仕方ないけどさ、もうさ、帰れるならさ、実家にさ帰りたいけどさ、やっぱこの距離だとさ、やっぱかかっちゃうから、そんぐらいなかなか帰れないんですよね、プライベートだと。お仕事のついでに帰るぐらいしか、そう、浮かせるためにね。だからあんまり、まあ仕事の時に帰れるけど、まあ時間もそんなないし、なんか次の日仕事みたいなことも多いから、別にそんな帰れてはないけど、プライベートで家帰りたいってこうなっても、プライベートではあんまり行かないね。ね、夜行バスとかも使ったことないしね。葵ちゃんさん、ありがとう。経費は落ちないね、プライベートはね。値上げされたから嫌だね。実家はまあね、定期的に帰りたい。往復で4万かね。そうで、
MC 全部面白くて今日もありがとう優しい、ありがとうって思ったけど、愛理がこういう気持ち、こういう大変だ、もうめっちゃお金かかっちゃうわってなってるけど、ファンの方はそれでも会いに来てくれてるんだよね。あの劇場見に来たりイベント来たりっていうさ、そうお金も時間も全部使ってくれて感謝でしかないね。ゴーバス？そうなの？サプライズ、確かにサプライズね。交通費、チケット代、宿泊費とか全部そうだよね。ありがとね、みんな。もうありがとうでしかないよ。ありがとう。私はそういうのも全部はい考えて、考えながらお返ししていきますね。ステージで、ステージでとか会える場所で。ありがとうだよ、ほんと仕事頑張ってみんなお仕事頑張って、あーでも頑張るよ。交通費交通費を稼い、交通費はもう全部よね。何するにもね、お金はかかります。そう。で、お金、結局お金じゃないよっていう話ではあるとは思うんだけど、でもまあ、お金は、あるに越したことはない。じゃん？なんかさ、行動力、行動力ある人ってやっぱでも行動力があるイコールお金もさ、何余裕、余裕ではないけど、まあもないとさ行動に移せなくないですか。例えば明日じゃあ旅行行こうでも急遽なったらお金も必要でしょ。でもそれなかったらいけないで、急遽明日イベントがじゃあできました、あります、来てくださいってなった時によし行こうよって、ふっかるにね来てくれる人はいるかもしれないけど、そういう人たちはやっぱお金はやっぱないといけないじゃない。結局やっぱねお金は大事だよね。ってことで仕事頑張ろうね、ほんと。そう、仕事を頑、仕事、まあ部活部活お馬さんで稼ぐ、稼ぐ方もいるかもだけど、頼んでいたコンタクトが、コンタクト、コンタクトもねお金がかかんだよね。もう何を、何、何でもお金かかるじゃん、何でもお金かかるね。もう大変な世の中だ。そうね、オンラインは結構あれ、確かにね、そうね、まあ、お金がなくとも楽
しむことはまあできる、楽しむ権利はありますから、みんな、うん、権利はある。どうやって楽しむかはもうその人次第やね。でもお金が ないから人生楽しめないとはなりません。なりませんと思うなりませんなりませんよ。だってお金があっても楽しくない人もいると思うしね。結局それはもうその人次第よね。お金があっても、はあ、幸せじゃないって思ってる人もいるかもしれない。そうでもまあその余裕はあるかもしれないし、そうね、もお金があった方がいいっていうのはまあそうだけどね、うん、ないよりはあった方がいいのかもしれないですけど、ないはないでもまあそのだから楽しめないんだっていうことでもないとは思うけど、ショールームはモチベーションになりますっていう点に関してね、ショールームって無料で見れるんですよ。素晴らしいコンテンツだと思いませんかSNS もそうだけど、無料っていうかまあ携帯とかパソコンとかあんまりがないとダメだけどね、そこもお金はかかってるんですけど、でもまあ普通に見るには無料じゃない、そのそうで、まあ、ギフトとか投げなければ無料、そうだから、でそういうとこでこう動いてる、推しが動いてるっていうとこの見れるコンテンツはこのショールームさんですね。だから本当に素敵なコンテンツだと思います私はっていう、まあショールームなんかライブ配信系はね。葵ちゃんさんありがとう。でそこでのなんかまあチップみたいなものがたあのギフトになっておりますタモちゃんさんありがとう、ありがとう。タカッピさんありがとう。ほらウーバーとかでもさ、なんかなんていうの、チップを送りますかみたいなあるじゃん。そこでまあ大体の人は0円にする、あの0円っていうかなしにするかもしれないけど、あのたまにあの余裕がある方とかは多分チップをこう送金みたいな、送金っていうか選択してる人もいるじゃない。そういう人がまあショールームもやっぱちらほらそういう方もたまにいるんでだけであって、そう、あ谷川さん、葵ちゃんさん、そうこういうことよ。そうなんか気持ち、お気持ちみたいな感じでみんなが多分送ってくれてるのかなみたいな感じでね。でもまあベースというか基本としては無料で見れるから、無料でね楽しめる場所ではあるんだよ。そうだから本当そういうのは大事かなっていう、そのお金をね、あのやっぱ公演とかイベントとかそういうのはやっぱいつもさ、なんかお金を出さないとこう見れないものが多いでしょ。だけどそれ以外のとこでどこでこうなんて言うんだろう、そういうのも関係なくね、なんかお届けできるかっていうのは、ね、やっぱ限られてるんで、まあそういう場所を大事にしたいなっていうことです私は。だからショールームやっぱ本当嬉しいというかありがたい場所、うん、無料で見れるけどまあギフトも投げれるよっていうところでもあるんで、そう、それはまあ視聴者のリスナーさん、リスナーというか見てくれてる、ね、方が自由じゃんそこは。そう投げろよとかさ強要してないんで私も、そう自由に、まあちょっとでもね私のことを初めて見てくれる方も知ってもらえたらいいなとか、まあ普通にファンの方とも交流をさしたいとか、
コミュニケーション取るところとか、そういうのをやっぱ大事にしていつも配信してるんで、そういうのはまあね、そういう場所を大切にっていう。っていう、まあ勝手にショールーム宣伝1円たりでももらってませんよ私は、ショールームさんからもらってね、あのその宣伝してくれって言って裏からもらって、これ案件とかじゃないです、案件とかじゃないですから。まあ、そんな感じでこのさ、ショールームとかはさ、まあその誰もが見れる、アプリ入れたら見れるから、そういうとこはまあ大事かなって、プラスアルファで私もこういうの やってるって感じだから、うん、葵ちゃんさんありがとう。お金の大切さ何の話になってんだ。まあお金は大事っちゃ大事、お金は大事っちゃ大事なんで、皆さんお金せいでどうかおたかつ楽しんでください。あおいちゃんさんありがとう。お仕事頑張ってお金稼いでください。お金は大事だよ。お金が全てではないけどね。BB さんありがとう。ね、お金よね、そりゃそうや。明日から私は、まあ、みんなも仕事が始まるとは思いますが、私も1週間コンサートリハが入っております。頑張ります。頑張れない、どうしよう、もうやばいかも。じゃあなんて言うんだろう、レッスン場に監禁されてる気分だよね、なんかリハ期間は。監禁って言ったらあれだけど、出れませんよやっぱリハ中は。もう本当に長い時間こうやっぱやるのでね、一日もうずっとで、頭もいっぱいで、体も動かして頭も、うん、全部使うからさ、集中しないとね、ほんとコンサートリハが一番大切だから、大切っていうかそこで気を抜いていたらね、いいものは作れませんから、集中しないと、気合い入れて乗り切ろうっていう気持ちでいつもいるんですけど、まあとにかくやばいので、ちょっとやることやんないといけない私は、今夜は。はい、ちょっとさ、京都もあったからさ、何あんまり余裕がなかったから頑張ろうと思います。おいちゃんさんありがとう。あ、大ちゃんさんありがとう。お疲れ、ありがとね。
メンバーの金銭感覚が庶民と近くて助かる。金銭感覚人それぞれですね。でも金銭感覚ね、なるほどね。金銭感覚、庶民派です。私高いとこでご飯とかじゃなくとか行けなくてもいい人のも私全然。そう、結構早めですね今回。みでさんありがとう。高級食材買わないね、あんま。でも全然、例えばサイゼとかにもし、もうほんと久しくサイゼなんか全然行ってないけど、もしサイゼとか行っても美味しいってなる。お腹空いたら。葵ちゃんさんありがとう。結局お腹空いてたら何でも美味しいのよ。そうっていう、なんかわざわざ高いものをなんか買ったりとか別にそのしないね。一番高級食品、なんだろう、なんだろうね。一番ってなんだろう。まあでも皆さんのそう皆さんからもらってるギフトだったり、まあそういうねショールームギフトもまあありがたく受け取ってますから無駄ではありませんから。家電私家電ってなんだろう。ああ、AirPods、Apple Watch、タブレット、iPad。まあでも仕事で使うやつはちょっとあんまりなんかそこでねあれすなんか躊躇はしないというか、もう仕事で使うやつはちゃんとしたいいやつじゃないけどちゃんとしたやつ買いたいなっていう気持ち。仕事で使うアイロンもそういうやつ髪も傷んじゃうし、1年間ずっとか前髪の毛アイロン通すんよね。1年間っていうか毎日よほぼ、仕事あるからやっぱ髪の毛パサついてたらなんかね汚く見えちゃうしね。やっぱりそこは気を使わないとねと。そう、抑えるとこは抑える。てかもう洋服とか、洋服とかも全然買ってないし、そう、いや買いたいね。でも欲しい洋服とかもいっぱいある。買いたい。葵ちゃんさんありがとう。そうでもなんかまあね、やっぱ我慢するときは我慢して、お金を貯める時は大事、お金貯める時期も大切っていうことなんで。なんかまあおしゃべり会の時とかそういう時だけね買ったりはするけど、プライベートのお洋服あんまり買ってないかも。なんか別に遊びに行く時も少ないしね。そう、ヤクさんありがとうございます。ではランキング読みます。13位ひろゆきさん、12位チェジンヨンさん、11位ホクピグさん、10位 BB さん、9位タカッピさん、8位タモちゃんさん、7位谷川ヨットグさん、6位 MJ さん、5位ブタバラさん、4位ユーズナバラさん、3位タッタンさん、2位
なみなみ大ちゃんさん、1位おいちゃんさんです。ありがとうございます。きよさんありがとう。よくさんありがとう。ありがとうございました。皆さんまた明日からお仕事頑張りましょう。一緒に共に乗り切りましょうね。ありがとう。バイバイ、おやすみ。タネクラットさんありがとう。おやすみなさい。